E 型肝炎、E 型肝炎、E 型肝炎は、ウイルス性肝炎の一種で、E 型肝炎ウイルス、略称、ヘブと呼ばれる接触感染性ウイルスによって起こる。ウイルスが発見されるまでは日本においては、蛍光電波型比 A-HB 型肝炎と呼ばれていた。日本の感染症法での取り扱いは4類、感染症。風の推定によると、全世界のヘブ感染者は、 年間2000万人、その中で急性肝炎を発症するのは330万人、E 型肝炎ウイルスに関連した死亡は5万7000人である。発展途上国では感染者の糞便中に排泄されたウイルスにより汚染された水が原因となって常時散発的に時に集団感染が報告される。一方、先進国ではウイルス汚染肉の喫食による 動物由来感染症として注目される。2010年の報告によると2万2027人を対象とした抗体検査で5.3%が高ヘブイング抗体陽性、女性よりも男性、また西日本よりも東日本が抗体陽性率が高い傾向が見られたと報告されている。この調査から推定される日本における感染者数は500万人程度とされ、 年間15万人の増加傾向にある。感染者の80%程度は不健性感染で、あるが20%程度にヘブ RNA 陽性で、肝酵素などの検査異常を生じる。免疫抑制剤を投与されている人や、免疫機能が低下する、基礎疾患を有している場合、慢性肝炎の発症や重症化の危険性が高くなる。ウイルス型により、 臨床症状が異なるが、潜伏期間は2週間から2ヶ月程度と考えられ、15歳から40歳の成人に最も一般的に見られる。小にもまたこの感染症によく罹患するものの、症状が認められることはそれほどない。しばしば自然消失、自然治癒が見られるが、急性肝炎発症率は1%程度と推定され、重症化率は10%。 しかし、感染期間中、通常数週間には、労働、家族の世話、食事の摂取といった患者の能力は、著しく低下する。E 型肝炎は時折、重症な急性肝疾患に進展し、全症例の約2%が致命的となる。臨床的には、A 型肝炎に類似するものの、妊婦では、本症は重症化しやすく、激症肝炎。 内視感不全と呼ばれる臨床的な症候群となり得る。特に後期の妊婦では、本症に罹患すると死亡率が非妊時より上昇する。本症において、典型的に見られる症状としては、横断、食欲不振、干渉大、腹板と腹の張り、大きやおう発熱などが挙げられるが、これら症状の表質については、無症候性なものから激症型まで重症度に幅が見られる。 ウイルス粒子は直径約33ナノメートルで、エンベロープはなく、長さ約7300円期体の一本鎖、り、RNA を内包している。かつてはカリシウイルス化に分類されていたが、そのゲノムは風疹ウイルスの方にさらに類似しており、今ではヘッペウイルス化と名付けられた新しいトガに分類されている。G1 から G4 まで4つの遺伝子型が、 報告されているが、豚から検出された遺伝子型は G3 と G4 だけである。G3 と G4 だけが豚から検出される理由は不明。ビングチ感染の感染様式とされ、ウイルスに汚染された水との接触、飲用のほか、汚染された肉の加熱不十分での喫食や生殖した場合に発症する。本症は、ほとんどの発展途上国で流行しており、 暑い気候の国では、どこでも普通に見られる。東南アジア、北部及び中部アフリカ、インド、中央、アメリカなどが主な流行地である。本省は主に糞便などによる水や、食料の汚染によって媒介される。人から人への感染は稀である。E 型肝炎の広域発生は、大量降雨やモンスーンの跡など、吸水機能の混乱によって発生するのが最も、一般的である。 主要な大流行としては、インドのニューデリー、1956年から1957年に3万、朝礼、ミャンマー、1976年から1977年に2万、朝礼、インドのカシミール、1978年に5万2千、0 0インドのカンプル、1991年に7万9千、0 0中国、 1986年から1988年の間に10万症例などがある。日本を含む先進国では豚肉の生殖やイノシシ、鹿などの野生動物、パラの生槽の生殖による感染が報告されている。しかし、三重県で2007年から2012年にかけて続発した感染例では豚レバー接種歴のない感染者の発生が報告されている。 二次的に汚染された食品が原因となった可能性があるが、感染経路は不明である。潜伏期間が長いことから、原因食品の特定は困難な場合が多い。また、輸血感染も報告され、2002から2016年の感染は23例との報告がある。2004年に2つの地域、両方とも、サハラ砂漠以南のアフリカでの主要な大流行が見られた。 その一つはチャドで9月27日まで2442症例の報告があり46名が死亡した。現在もなお紛争下にあるスーダンでも人々は E 型肝炎の深刻な大流行に苦しんでいる。ダルフール紛争参照9月28日までに主に西ダルフール地方で6861症例の報告があり87名が死亡している。ユニセフ 国境なき医師団、赤十字や、その他の国際的保健機関は、目下、石鹸の入手機会の増加、新たな井戸掘り、給水、貯水の塩素処理などに取り組んでいる。しかし、現存する資源は、未だ十分でなく、この地域の人々の健康と福祉を保障するために、より多くの人材や資金が著しく求められている。英国や米国、日本での奨励報告により、 E 型肝炎は、先進諸国でもだんだん見られるようになってきている。それは、動物が発生源となった人獣共通感染症であると考えられており、鹿、豚、イノシシとの関連が言われている。野生動物や豚の生肉、生臓器、レバー、ホルモンなどが感染原因となりうる。厚生労働省の調査によれば、 市販されていた豚レバー363件中7件からヘブ遺伝子が検出されている。また、野生インのシ死の5から10%からヘブ遺伝子が検出される。2005年に福岡県での症例の感染源が野生インのシ死であることが遺伝子レベルで確認された。蛍光感染ではあるが、ウイルス血症の時期が長く、無症候救性感染献血者からの輸血後感染も、 う、礼法されている。2007年に中国国内で人用のワクチンが承認されたと報道されたが、2009年までに中国以外で使用可能な E 型肝炎には有効なワクチンは実用化されていない。現実的な唯一の予防策は公衆衛生の向上、改善である。人間の排泄物の適切な処理と排気、より高い水準の公共水道設備。 個々人の衛生行動の改善、衛生的な食料供給、これらすべてが本省の流行拡大を防ぐ上で重要な措置である。このように本疾患の予防対策は発展途上国の人々を悩ませている他の多くの問題に対する対策法と禁似しており、彼らは給水、水処理プロジェクトに対する大規模な国際的経済支援を必要としている。また、 具体の死士しか野生動物の生肉や生レバーの喫食を行わないことも重要である。診断はヘブ RNA の検出、またはヘブ抗体測定による。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。